慶長五年、未明に止んだ秋雨は早朝の冷気で濃霧と化し、戦場一帯に布陣する20万の大軍を覆い隠している。一寸の先すら判別できぬもやを見つめながら、石田三成は腰肩を解雇していた。太閤秀吉亡き後、天下を受け継ぐのは秀頼のはずだった。しかるに大老として補佐すべき身にありながら、政務を独占し豊臣政権内に与党を増やし続ける徳川家康に、奉行たる三成は危機感を抱く。だが三成の苦衷は理解されない。誰よりお家大事を貫くがゆえに、その独善性は忌避され、多くの者が三成を離れ、むしろ家康を選んだ。徳川を倒さねば太閤殿下が築いた栄華は全て古狸に貪り尽くされてしまう。盟友大谷義継を誘い、挙兵に及んだ三成の存念は実にその一点にあった。大坂城を抑え、秀頼という玉を握ると、あらん限りの軍勢を率い決戦の地にいた。思えば家康に加担し、このもやの向こうに陣を構える福島、黒田、細川ら諸侯とて、三成と苦楽を共にした豊臣御子の家臣。なぜ宝家存亡の危機がわからぬ。散り残る紅葉はことに愛おしき。秋の名残はこればかりとぞ。北国街道と中山道が交差するこの盆地は、かつて不破の関が置かれたため関ヶ原とも呼ばれる。天下の行方をかけた一戦にふさわしき名を持つ地にて、家康とかつての仲間を倒し、天下をあるべき姿に戻さん。夜明けから一刻を経て、ようやく朝もやも薄らいできた頃、静寂を切り裂き赤備えの陣馬が銃声とともに迫りくる。三成の人生で最も長い一日が始まろうとしていた。我が軍略甘く見るでないぞ。
制する。幼少先生たちぞ。前方にて押し通る。ここが使いどころ。我が先方を見るがよい。嬉しゅうござる。敵を蹴散らす。敵に痛手を与えます。攻め潰してくれよ。攻め立てよう。我が前に立ち塞がる者なり砕け散れい。いざ我が軍をこの戦場に示さん。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。動くべき時は今ぞ。今は要所を固める。心はよし。軍略というものを見せてくれ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。奪われてはならぬ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。敵を撃退するぞ。運が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。エラよ、進め。攻め潰してくれよ。ここが使いどころよ。我が先方を見るがよい。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。この戦法を見て勝敗を決めてやりましょう。命令を下され。心はよし。軍略というものを見せてくれ。要所の守りを固めろ。なれ我が槍を。平八郎田中、誇り水産。敵を撃退するぞ。一斉ぞ、奮い立て。敵を撃退するぞ。エーラよ、いざ行かん。エーラよ、もう進めるぞ。いいが赤とない。焼き付けるがよい。ここが使いどころ。我が先方を見るがよい。いざ我が軍をこの戦場に示さん。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。
敵を蹴散らす。敵兵我が手にてついえたり。敵を撃退するぞ。かかりました。我が先方にて崩れるがいい。敵を蹴散らす。我が武略をもって完全の敵を打ち払わん。軍を進めよ。行くぞ。守るとしましょう。フォロワーよし、軍略というものを見せてくれ。敵を撃退するぞ。敵を打ち破ったぞ。敵を蹴散らす。我が軍優勢です。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。敵を蹴散らす。立ち塞がる者らよ、砕け散れい。世は要所、進め。いざ行く。いかに動くか。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。要所を我らが手に。もはや戦いか。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。何が起きている。敵を撃退するぞ。我が戦法の切れ味、その身で確かめよ。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。敵を攻め立てん。敵を撃退するぞ。焼き付けるがよい。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。いざ向かう。
敵を攻撃する。敵を攻め立て。何をすべきぞ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。敵を撃退するぞ。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。敵を攻撃する。戦にならぬ。攻め立てようぞ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。かかりました。我が戦法にて崩れるがいい。この戦場に示さん。身が乱れとは戦えぬわ。気を撃退するぞ。というものを見せてくれ。地の利を得む。三河武士とは格のごとし、僕と見よ。地の利を得む。を制する。続け。力を合わせ戦ったゆえよ。